前科3番893番ちょいき太郎です。本日の話はこれもね、なんていうのかな、恐ろしい話、怖い話、自分に起こったね恐怖の話っていうのを思い出してたんですよ。現役時代のとか刑務所の話とかね。いやでも何が怖かったってこれだな。やっぱりまあ私バイクの免許も持ってるんですけど、もう乗らないっていうか、まあそういうことがあったからかもしれませんけど、その当時はねあんまり何も考えてなかった。どういうわけかですね、まあ暴走族っていうか、とにかく私バイクに乗りたい、バイクに乗りたいっていう気持ちがすごく強くて、で高校も1ヶ月たからずで辞めて、そうすると8月に誕生日が来るから原付の免許をすぐ取って、まずそっからすぐに自動車学校にバイクを取ったっていう経緯なんですね。でその当時のバイクに乗ると、やはりまあまだね新車でね、ヤマハの XJ400 とか鈴木の GSX とか 400F とかいいじゃないですか。もういいは前のやつだったんで、で川崎だと FX とか、 FX はもう新車ではなかったな、うん、そんな感じで自動車学校のバイクがホーク2、うん、そんな感じで、これだけは乗りたくねえなっていうようなバイクだったんですけど、今大変なんですよね。でそんなような感じで、まあどれかを買うんだろうなって、ただみんな先輩からのお下がりとかなんかそんなんだったけど、私はそれがすごい嫌なんで、新車は無理でもちゃんとしたバイクショップでそれなりの中古車を、まあやっぱり妥当なのがやっぱり FX とかね、そこがぐらいかなっていうふうに思ってたんですね。でまあそのためにバイトもしてましたし、で原付のバイクを買うときはなんて言うんですかね、やっぱり買うのは父親が行くわけじゃないですか。で父親の感覚だとバイクって原付でもやっぱりミッションのどうのこうのみたいなの思ってたんだけど、私はパッソルとかパッソーラ、ヤマハのそっちのハンドルが曲げれるんで、パッソーラじゃないキック式のパッソルでよかったですよ。まだね2、3万円だったと思いますよこれ確か、うん、2、3万円で買えたと思うんですよその当時。でもうそのまま乗って帰りますみたいな、もう買ってってすぐに色塗って、なんか缶でプレーで色塗ったりマフラー切ったりして、 なんかその時はもうこんなんでいいのかみたいな感じだって、まあ普通にあれしたんですけど、でまあそれはそれで気に入ってたんですよ。それで自動車学校通い のそういう原付のね、そういうのを乗ってる、まあヤマハだったらパッソル&パッソーラ、パッソーラっていうのがセル付きが出て、でホンダだったらタクトって、そんな感じだった。で、自動車学校行って、まあすぐ免許取って、で買うっていう時に父親についてってもらったわけですね。いくらか貯めてたんです、十何万かぐらいは多分。でそれぐらいのバイクを買おうと思って行ったら、まあこうやって見てたら父親がもうそんなどうせなら新車買え、新車で、でも私どうなのな、その時そうか違う、もう新車を買うっていうことを言ってくれたのかもしれない。まあそこで暴走族的なことよりも、とにかくあるメーカーのあるちょっと変わったバイクをね、まあとあるバイクを買うっていうことになる。でそれもなんでか知らないけど、足らないお金は父親が出してくれるって話になって、で何を思ったか知れないけど、暴走族っぽいことがやりたかったのに、フルフェイスと革のつなぎとあのグローブとブーツを買って買えっていう、いやもう悪かないから、もう買ってくれるんだからって言って買ってくれたんですよ。でそれってちょっと特徴のあるバイクだったんで、なかなか今では考えられないんだけど、キャブの調整とかしないといけないんですよ。キャブの調整とかしてエンストとかするんだけど、父親がちょっと貸せっていうか乗れるわけないなったら全然うまく乗る。だからうちの父親なんかが免許取った時はもう7大型から取る人で、16歳でもう車が乗れた時代なんですね。軽自動車みたいなのが16歳から免許取れた時点で、目黒とか陸王とかそれを乗ってる時代なんで、当然上手なんですよめちゃくちゃ。そこに教えてもらうのは嫌だったんで、でまあそんなことで言いながら練習しながらしてた時に、堤防ってありますよね、1車線しか走れない、あの車が、あの農業用の川の横の堤防があるんですよ。まあバイクでその原付なんかで走ってる時はもうなんかビーンと走って往復するような、この 50cc のミッションの原付を友達の借りてきて乗って練習したりとかっていうことをやってるのは、車もほとんど来ないんで、当時はね原付ってヘルメットいらなかったんですよ私の時。そんなもんだったんです。2人乗りしてはまずいよって言われたぐらいで、そうそう言われることもなかったという時代です。でそんなような状態でそこでバイクで練習するわけですよ。カーブを曲がったりね、その時はまあ友達の前であんまりね、そのフルヘイスでね、革のつなぎ
ぎなんかしたくなかった。そういうとこ行くには何かあったらと思う。ね、あ、ちょっと速度がオーバーしてカーブが曲がりきれないなって、本当はちゃんと曲げるなり止まるなりって、あって言ってるところに川の堤防なんで段差があるじゃないですか。あーって足がつかなきゃいけないっていうことで堤防の外側の方に足をつこうと思ったら高さが違うんで当然足がつけないからそのままバタンと倒れるわけですよ。ああやばいやばいやばいと思ってるうちに、ここで抑えなきゃって思ってるうちにズル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 下まで行っちゃって、あーって、だ倒れ方としては全然倒れてるわけじゃないです。さあここで困ったぞと思う。なんかとズル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 行って半分ぐらいで止まったんですよ。いやーまあとにかくエンジン切らなきゃって、エンジン切って、でガソリンがこれタンクが反対だから逆に向けなきゃいけない、そこは無理無理無理くり反対に向けたんですよ。でこのままどうするって思いますよね。モトクロスのバイクじゃないし、でずっと待ってれば人が車が通るんで助けを求める、なんかちょっとそれも恥ずかしかったんで、さあどうする、暗くなるし夜もなるしどうする、もう一回外も下まで行こうと思って下まで下ろして立てて、そしたらエンジンが何回かやったらかかったんですよ。やっぱり倒れると被ってかかりにくいんです。かかった、さあかかったぞどうするって、もうここを登るしかないで立てた状態で登ったはいいけど、車が1台ぐらいの車線のとこでところどころ広いところがあって行き来ができるようなやつなんですよ。これ登ったはいいけど反対側に落ちるぞって思って、で一旦上がって反対側っていうのを見たら、反対側もこれ行ったらこれ絶対この勢いつけて真ん中で止める自信がない、どうするんだと思って、これ一旦落ちたらえらいことだぞと思って、まあなんとかかんとかこう少しずつやって途中で止まってまた転んでってすごい苦労して上げた覚えがありますよ。で結局最終的には半クラの状態で乗らずに上げていくっていう形で上げたと思うんですよ。ようやったなと思いますよ。足がつかないんで結局、そうそう、どんどん倒れてバイクがくちゃくちゃになっちゃうんで、でもうすごい思いをして家に帰って言えないですよねそんなこと。だけど今までで人生で困ったことって何だったろうと思ってこのことしか思い出せない。なんでこの刑務所で起こったこととかヤクザであったいろんなところで思わなくて、なんでこんなこと思い出すんだろうと思う。その時が本当にこう身体極まったらどうにもならなかった。だって今だったらなんか携帯とかいろいろってあるけど、そんなところでどうにも、でも人と助けてもらうとあのままどうにもならなかったらどうなってたんだろうなって、歩いて帰れるような距離じゃなかったし、ね、でバイクにまつわる怖い話はいっぱいありましたね。やっぱりとん何でも転ばないような道路の真ん中に砂があったりとかで転ぶとか、で友達の車と競争してると転ぶとか、もうやっぱりそっちですよね。今絶対乗らないと思ってますけどね。だけどまあその当時の夢をもう一度で、私の友達なんかみんな一回バイク乗って降りた人間もいるし、今も乗ってる人たちもいるけど乗れないですね。そういう意味の怖くて、もうだって足が立たないと倒れちゃうって、もうね、いうことでね、これヤクザ時代のねその話、それは頭にね、なんていうんですか、ドス抜かれて突きつけられた時でも、いやそれないだろうっていうのが確信しても、やられることはないだろう、それがあったんですよ。ちゃんとこれだけ言えばそれは刺されないだろうなっていうのがあったんで、そうなんですよ。ところがこのバイクとか事故ってどうにもならないんで、自分のどうにもならないところなんで、一回この、さらわれたっていうことがあった時には、これは相手がヤクザじゃないからまずいな、でその車から飛び降りてコンビニに行き込んで、そこで、警察に電話してもらったっていうことはありますけど、あこれはまずいぞっていうのはありましたね。相手がヤクザもんだったらそれはないっていうのはありましたから、ただここをこういうのはありましたね、やっぱり。まあそんなところで、ちょっと、まあ、変わった趣旨のお話をね、またね現役時代のいろいろそういうのこと、漫画のことも照らし合わせてねお話できる機会があればなと思います。以上です。